超女神信仰ノワール激震ブラックハート。All right, welcome to another episode of Hyper Devotion Noir. So, we're going to continue on with the missions here. Yeah, this one was giving me a hard time, so we're going to continue with the main quest line as far as we can go until we get a game over, and then we're going to start grinding again. だけ食べていいですから。伝説の木の力を。ただもう少し我慢しなさいよ。じゃあ何よ、仲良さそうですわね。あたくし拗ねちゃいますわよ。若気の至りに気をつけた方がいいんじゃないかしら。I would absolutely never. これが伝説の木ですのね。すごい力があふれておりますわ。わかりましたわ。あなたたち、伝説の木に何をするつもりなんですか。とっちゃん、気づいちゃったぞ。なに、食べていいって許可は出てるのよ。出せません。伝説の木はこの都市にとっていくら秘書官さんでも。やめなさい。何を言っても言いたいだけ言わせておけばいいの。私たちはやるべき。分かっちゃいました。もしかしてノワール様、私と秘書官さんにじっとしてるんじゃないですか。伝説の木が邪魔なんですよね。他の都市のことなんてみんな嘘なんでしょ。そうです。ちょっと違うってば。何を一人で話を進めて。わかりました。先生堂々勝負しましょう。勝った方が秘書官さんの恋人です。Do I get a say in this?Wait, I'm what?
健康に問題ありません。誘いに乗ってあげるわ。Alright, so I found that it's increasingly important to let the monsters come to me. I'm gonna give that a shot here. こちらですわね。こっちね。こちらですわね。正面歩きだけじゃないよ。
撃。こちらでしょうか。こちらでしょうか。あげるわ。なんだか素敵ね。この道が伝説のロード。行きますわよ。この道が伝説のロード。自分の足で歩くのはいいですね。こちらですわね。楽園ですわ。頑張っちゃおう。ないわ。こっちね。
刻みなさい。最高の贈り物だわ。こちらでしょうか。進みましょうか。これで次のところに行けるわね。ちょっと本気を出しすぎちゃったかしら。私の負けですね。待ってたわ。いった。これで僕の都市も元に戻るね。我が輩も恐れる必要がなくなるであります。お二人ともご迷惑をおかけしました。え、別に今回は僕も悪かったし、沙織には怒ってないよ。我が輩もでありますよ。伝説の木は脅威でしたが、さ、こちらも誘拐なんて真似をして、も、いえ、伝説の木のことは都市の武将レディーワックさんに吸収されて伝説の木だから良かったんだと思います。ありがとうございます。でもノワール様、約束？伝説の木の力が消えても私の思いは消えていません。だから Oh dear God.
る時が。よかった。私あっ、いいんですの、あのままにしておいて。いいわよ、好きにさせときなさい。だって最初に約束したもの。誰もいなく。お菓子を前にそんな、なんでそういうことになるのよ。それとも単純にお茶会にお呼ばれすることが。うっさい。っていうか何のつもりよ。この前散々。ええ、それはそうなのですけど。味見したいもの？それってエネルギー。どちらかというと後者ですわ。こらこら、よだれ出てるわよ。ああ、これは失礼しましたわ。それでこんなにいろいろ用意してたのね。ええ、甘い方が食べやすいでしょ。ね、はい。ああ！素敵なデコレーションですわね。いかにも。Well, that's right. It's time for fan service. それでこんなところに。実はノワール様の仲間になったら、そこまでいかない。ゆっくり腰になった。何か隠してない？そんなことは全然ないでありますよ。さあさあ、とりあえずこれでも飲んで。これ限定品のやつよね。仲間の印ってやつでありますよ。本当？ありがとう、ジェネリア。毎日飲みたくなって。あれ良い夢を見るで。うん、さて準備は整ったでありますな。This is getting a little rapey.Wow. Now it's really rapey. No kidding, this is a doujin waiting to happen.Dude, holy crap, now it's really doujin material.
間にアクシデントが来ちゃう。私一人置いてく気？それにグッドラック。私と告白。はい、ごめんなさい、沙織。よく私と告白し合いましょう。とりあえず聞くけど。あ、すみません。実際に愛しているとかで。はい、一体全体どういうこと？いつか来る運命の瞬間のために告白の練習？なし崩し的にここまで。お互いに告白のセリフを言ってみる。それだけです。わかったわ。一回だけよ。 Well, I'm glad I got it on video here then. はい、それじゃあ練習の練習から始めましょう。あいつの顔を思い浮かべて。なんでよ。え、だって身近な男性ですし。それはそうだけど、それだと私が意識してるみたいじゃない。え、してないんですか？してないわよ。何言ってるのよ。ノワール様、顔真っ赤ですよ。はあ、そんなわけないでしょ。冗談です。ノワール様、意外と可愛いんです。あなたこそ冗談なんて言うの。普段は言わないんですけど、恋敵ですから。恋敵？誰の？ノワール様が私の。まだその話題続いてたのね。まだっていうほど前の話じゃないで。まあそうね。さて、気を取り直してやりましょう。私から自分の思うままの言葉を伝える。こうなったらかん、その息ですよ。こんなところに呼び出してごめんなさい。でもどうしても最近ね、一人でいると変なことばかり考えちゃうの。どうしてるのかなとか、連絡したら出てくれるかなとか。私おかしいわよね。でも すごい迫力。これがノワール様の本気。あなたがそばにいてくれれば、私は他に何もいらない、望まない。一緒にいてくれる。ノワール様。サオリ、私感動しました。ノワール様、そんち、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 違うわよ。ようやくここまで来ましたね。あともう一頑張りって。みんなのおかげよ。それで、ええ、かなり安定していますよ。このままいけ。おお、いい調子だね。リトルレイン、サンゴ、リオの3人ですわね。少し厄介な武将たちが。なるほどね。だったらさ、手分けしてってどうしてですの？私たちって結局あんまりちゃんと役に立ってない感じしない？確かに影は薄いかもしれないわね。
本的にノワールが活躍していますものね。だから最後くらいボーッと活躍しちゃおうよ。乗った。私も乗らせていただきますわ。ちょっとあなたたち何。ノープロブレム。私たちもシェアが戻って力があるし。でも秘書官の言うことにも。そうですわね。では時間を決めて。むず、それなら問題なさそう。というわけで、あとは任せて。行ってきます。Well, so much for grinding. 待ちなさいよ。行っちゃっ、まったくもう。これは帰ってきたらお説教ですね。丸一日経ったけど。一応ね。ほらね。それで。最悪だな。私はビオの都市を見てきたが、都市でバイオハザードが起きてるんだよ。住民にウイルスが感染して広がった。バイオハザード。Oh.Resident Evil. なんですって、なんでそんなことに。トラップの誤作動のようだ。とりあえず猶予は。分かったわ、念頭に置いておく。そちらは我が輩が説明するであります。ああ、それはそううまくはいかないでありますな。面会できたはいいものの、ありていに言えばそういう。頭が痛いわね。I'm touched, but I think it's in a touched in a way I need an adult. I'm just always scared she's gonna ask me the baby's question again. Oh god, here it comes. Yeah, shoving meat in her mouth on a stick instead of bananas. Oh, this game.
Well, looks like I'm gonna have to develop that eventually.
All right, well, that was a nice quickie. Well, 40 minutes, I guess, is quick for one of these. But yes, stay tuned for our next Hyper Devotion Noir.